8月8日から1991年12月25日は、日本の海軍軍人、政治家。最終階級は、海軍中将。衆議院議員を4期務めた後、財団法人日本国防協会会長。宮城県イ宮郡北郷村出身。旧制宮城県角田中学校より、海軍兵学校第41期入校。席次は、入校時120名中40番。 卒業時118名中28番。海軍大学校卒業。1930年5月から1932年11月までアメリカ駐在であったが、海軍切手のアメリカ通りとして鳴らし、アメリカ海軍の人物を調査するのが先決という持論を持っていた。アメリカに来る後輩士官たちに情報が欲しいと言っても、むやみに向こうを刺激するようなことをするな。 大事なのはその国を知ること、人を知ること、友人をたくさん作ることと言っている。アメリカ海軍が日本海軍の人物についてよく調べていることを知った。星名は帰国後、軍令部第三班長の島田茂太郎少将にアメリカ海軍の人事交差票を作らないといけませんと、進言した。それは受け入れられることはなかったが後に、第三艦隊船人参謀として上海に転勤。 そこで後に大きな影響を受ける与那三政と出会う。星名はそれまで米内のことは全く知らず、名前さえも聞いたことがなかったという。第三艦隊時代の星名は酒を全く飲まず、性格も潔癖で融通が効かなかった。第三艦隊の艦艇に芸者などが白昼堂々と訪問するような雰囲気に、たるんでると判断、風紀を改めるべく厳しい通達を発した。 そのため上海の下流会からは、ふさす感をくらっている。それを見た、司令長官の米内が、街角の一般食堂に連れ出し、焼きそばを食べながら、君は国際放棄だのなんだの、随分熱心に勉強しているようだが、たまにはこういうところに気晴らしに来るといいよ。中佐にもなって酒も飲まないというのはどうかな。もう少しバカになって、人に好きを見せないと、部下の統率はできない。 今度酒でも飲まないかと優しく悟され、星名は酒を飲もうと決意したという。そして米内と酒を飲んでいるうちに意外にも自分が飲める体質だということを悟り、この米内の訓導は後に官長になった時の部下昇握に役に立ったと自身が回想している。その後は米内と所管のやり取りをしていたようで、与内三政正の手紙に一部が掲載されている。その中には、 人間的にかなり欠陥があったという第三艦隊時代の某、三謀長に対して苦悩し、手紙で怒りをぶちまけた星名に対して、六幕園で第三艦隊司令長官を降りて療養中の、米内が、彼は気の毒なくらいの人物なので君は、精神誠意やればよい。君に全幅の信頼を置いていたと激励したり、中国事情について、君の意見に同感であると意見交換をしている。 やりとりもある。終戦時は、与内大臣、ただ武雄次官の下で軍務局長の地位にあったが、その際米内から、連合国も永久に、日本に軍備を撤廃させることはない。日露戦争の前のトンスを基準に、海軍再建を模索すべし、海軍には優秀な人材が数多く集まり、その伝統を引き継いできた。先輩たちがどうやってその伝統を築き上げてきたか。 後世に伝えるべし、海軍が持っていた技術を日本復興に役立てることを委託されている。星名が戦後政界に入ったのはこの米内の遺言を一つでも達成するためと述べており、Y 委員会を通して現在の海上自衛隊を創設する際にその意思を反映させたと言われている。また海軍嘱託記者だった吉川栄二に海軍史の執筆も依頼している。米内からは 信頼を得ていたのだが、米内と数々のコンビを組んだ、井上成美は星名に批判的な態度をとっており、慰労会の最中井上は手相を見て、君は典型的な二重人格だと言っている。手相で二重人格ということがわかることはなく、これは太平洋戦争海戦樹兵備局長で海戦を止められる立場にいた星名がなぜ止めなかったのか、という批判も込められていた。 高木総吉も終戦派なのか、本土決戦派なのかどっちつかずで腹の内がわからない、人と批判していた。しかし、陸軍は保品を戦争継続派とみなし、本音を語り、終戦間際に陸軍による鈴木首相、与内解消暗殺計画も話してしまい、保品は米内の警護を厳重にするように秘書官、副官に命じ、本心を見せないことが、 海軍側にとっては逆にメリットに働いたとも言える。日常の言葉には、かなりの東北なまりがあったという。国際法顧問として海軍に就職した、杉田和馬が海軍省に出資した初日に、彼の案内役をしたのが星名だったが、ズンズ局で文官のズンズを担当している、星名ゼンスロー出すと、東北なまりで挨拶したという。また、同郷の井上成美とは口などを、 わざと地元方言で話していたと言い、二人の会話を聞いていた大西晋三は何を話しているのかさっぱりわからなかったと回想している。7月24日から伊東駆逐艦山風乗組特りを14本開けたと本人が10回している。しかし米内はその3倍の特りを開けても平然としていたという。吉川はわかりましたと承諾したものの、 死去まで書くことはなかった。ありがとうございます。